スチュアート・ペイトンは、スコットランド出身のアメリカ合衆国の映画監督、脚本家、俳優、映画プロデューサーである。サイレント映画、海底6万マイルの監督として知られる。1883年7月23日、スコットランド・グラスゴーに生まれる。カール・レムリがニューヨークに創立し、カリフォルニア州ロサンゼルス市に移転した後2912年に、 ユニバーサルフィルムマニファクチャーリングカンパニーの参加となったインディペンデント・ムービング・ピクチャーズで1914年フランク・ホール・クレインが監督した短編映画アウト・オブ・ザ・ファー・イーストに脚本を提供、出演したのが記録に残る最初の映画界での仕事である。翌1915年にはウィリアム・ウェルチ主演のエージェントルマン・オブ・アートで監督業に進出した。 同年以降は監督業に専念し、1916年、同社が設立した子会社、ブルーバード映画で、フローレンス・ローレンス主演のエルーシブ・イザベル等を、計2作を監督したが、日本では2作とも公開されなかった。同年、ジュール・ベルヌの小説を原作とした、海底6万マイルを監督する。ユニバーサルを1928年の、 監督作ザ・ハウンド・オブ・シルバー・クリークを最後に、大社、1931年、ハリー・ウェップ・プロダクションズを率いるハリー・エス・ウェップを共同監督として、ザ・ミステリー・トゥルーパーを監督して、トーキーを初めて演出した。1937年、病気のため映画界を去る。1944年12月16日、ロサンゼルス市、ウッドランド・ヒルズで死去した。 満六十一歳没。同市内のパインズクレマトリー街道に眠る。海底六万マイル特筆以外は監督作である。ありがとうございます。